毎度ご視聴ありがとうございます。このチャンネルは兵庫県の内陸部北播磨という地域から野鳥などを撮影して季節の移り変わりをお送りしておりますけれどもね、カケスが何か食べてるな、これな、これがあの何か隠して何か隠さずみたいな状態にね、カケスがなってるんですけど、これがよく出会うカケスのというか、まあこれが撮影できただけでも結構珍しいんですけれどもね、皆さん楽しんでおられますか。まあ何でもいいんですけどね、私などはこの野鳥に楽しませてもらってるということですよね、正確にはね。今日ね、ウグイスの鳴き声ね、聞こえてきましたね。そしてこの梅にはメジロじゃなくってね、こちらモズがねいたようでございます。梅にメジロが止まっている姿を梅次郎っていうそうですね。なるほどって、確かに梅にメジロっていうのはね、野鳥と花のコラボの中でも最も似合う風景の一つじゃないかなって思いますけれどもね。このルリビタキはね、後ほどちょっとね、もう少し、撮影できたものがございますのでご覧いただきますがね、これシジュウカラが今動いてる上の方でいるのはね、どうやらエナガであったようですね。エナガもね、結構今回いろんな場所でね、まあ、撮影できておりますので、後ほどご覧いただきましょうかね。まあ、この今回のタイトルね、知る、好き、楽、楽しむというのかな、まあ、知行楽っていうね言葉があるそうで、これはなかなか頑蓄のある言葉らしくってね、正しくは私、まあ、理解するところまでは言ってないんですが、まあ私なりに解釈しますと、知ってる、愛してる、楽しんでるみたいなことなのかな。まあそれぞれ、まあ、知ってるだけでは好きな人にはかなわないね、好きなだけでは楽しんでる人にはかなわないみたいなね、まあ、ちょっとそういった意味合いがあるそうなんですが、なかなかなるほどななんて思うところもあるんですけれどもね、私がやってるこの野鳥にね、まあ一方的に楽しませてもらってることなんかをね、野鳥に関しては私は知ってるっても知識はないですし、好きかっていうとそれほど愛情があるっていうほどでもないんでね、ただ唯一楽しんでるかって言われると、これはね、まあ楽しんでいるというより、先ほど言いましたように正確には楽しませてもらっているということにかけてはね、ひょっとすると地球上で最も楽しませてもらっているかもしれないなぐらいのね、自信はありますね。果たしてそうするとですね、最強ね、最も強いのは何かっていうと、知ってて愛してて楽しんでるっていう人ですよね。知識があってそのことについて好きであって愛情が注いであってですね、なおかつそのことを楽しんでいるっていう状態、私はそういった人のことをね、オタクと、これは尊敬の意味を込めてね呼ばせていただきたいですしね、私もまあそう呼ばれることに憧れますね。まあ何事につけてもね、中途半端な状態で終わってきたというかな、まあ表面だけをつるっとこう舐めながらというか、そういった人生を過ごしてきましたのでね、知ってて好きで楽しんでる、まさに最強ね、そういった状態ではないかなと思うんですけれどもね、そろそろ春の陽気が感じられるようなね、一日でございました。ご覧いただいている野鳥の中にはね、まあ、冬鳥と呼ばれる野鳥、あるいは冬にこういった平地で見ることができるルリビタキなども登場してくれてますけれどもね、あ、アトリもいましたね。
冬鳥になりますかね。ウグイスが鳴き始めておりますしね、まあ季節は巡っているということになりますし、まあ歩いていても結構まあ気持ちのいい季節がねやってくるんじゃないかなとは思っておりますが、一方でね冬鳥たち、あるいはねルリビタキのような季節限定のねこういった場所で見ることができる野鳥、いつ頃まで見ることができるのかなみたいなこともね注意深く見ていきたいと思っております。その野鳥をねいつどこで見かけたというのをこのようにねご紹介できたり、まあデータとして資料として残せるんですけどね、いつ頃見かけなくなったというのはね資料としては残しにくいし、厳密に言うとひょっとしたら残すことは不可能なのかもしれないですからね、もうこれも注意深く頻繁に見ていくしかないのかなとは思っております。このチャンネルは兵庫県の内陸部北播磨という地域からお送りしております。気が向いたらまたお越しください。そして野鳥たち、今日も一日ありがとう。